そうですね、はい。ということでカラオケ、そう、ブラジルでのカラオケ状況ってどうなんですか？結構ありますね。もう、はい、みんな普通に歌ってる。そうですね。じゃあブラジルの歌もカラオケで歌うんですか？まあそれもありますね、はい、日本の歌も、はい、そうですか、激しそうですよね。日本とブラジルインターナショナルなカラオケを皆様にお届けいたします。さあ頑張っていただきましょう。歌は五木ひろしさんのちぎり、どうぞ。あなたは誰とちぎりますか？永遠の心を結びますか？波のうねりが岸に届く過去の歌を乗せて、激しい思いが砕ける涙のように、実りは今もみずみずしか乙女を艶やかか、人の心はカモメのように真っ白だろうか。愛する人よ、美しく、愛する人よ、少し よ。なんかブラジルの匂いをこう感じさせた中で歌うこの日本の歌、なんかしみじみと、いい声してますね。どうでもね、私は評論家じゃないんですよ。はい、得点見てまいりましょう。